皆さん、こんにちは。シンディーです。チンポンです。2月22日は非常に特別な日です。アメリカ最高裁は1日内にトランプ氏関連の案件を4つ決定しました。選挙の件、トランプ氏個人の確定申告の件、ポルノスターが名誉毀損でトランプ氏を訴える件、そしてトランプ氏が中絶を行うクリニックに連邦資金の支援を禁止した件の案件です。 1>, 1日に多くのケースが詰め込まれて稀なトランプの日になりましたこのような最高裁の決定を受けてトランプ氏は本日自分に対する政治的な魔女狩りだという声明を発表しましたこれはどういうことでしょうかそしてこれらの事例にはどのような意味合いがあるのでしょうか今日はこのことを分析してみましょうトランプ氏はこの週末マスコミの注目を集めていました ほぼすべてのメディアがトランプ氏は2月26日から28日までに開かれる保守派政治活動会議に出席すると報じました。そしてトランプ氏は2月28日、ホワイトハウスを去ってから初めて公の場で演説を行う予定です。ですから、誰もがトランプ氏がアメリカファーストについて語り、バイデン政権の数々の悲惨な国境政策と、左派の社会主義的なアジェンダを批判する演説を楽しみにしていると思います。 トランプ氏は現在、新しいソーシャルメディアプラットフォームに寄付者を募って、何億ドルもの支援を受けていると聞いています。インタビューの中で、彼はツイッターに戻りたくないとも言っています。ザ・ゲートウェイ・パンディットは、ツイッターは2020年に1億4000万ドルの損失を出したと報じ、もしトランプ氏が新たなソーシャルメディアプラットフォームを作ったら、ビッグテックに大きな損害を与えることになるだろうと指摘しています。 トランプ氏は非常に多くのフォロワーを抱えています。少なくとも7400万人のアメリカ人は彼に投票したので、もし彼が自分でソーシャルメディアを始めたら、これらの人たちは必ずトランプ氏についていくでしょう。ハイテク企業は本当に困ったことになると思います。外野かからもかなり関心がが高高ままっていますす今日最裁裁でトランプ氏に対するる判が次々とと行われるとは ほとんどの人が想像もしなかったことだとだ思います今朝の米最高裁は、ペンシルベニア州、ジョージア州、アリゾナ州、ウィスコンシン州の選挙訴訟の結果を出し、いずれも棄却されました。最高裁は以前、これらの事件の迅速な審理を否定しました。1月の初めには、最高裁が1月20日までに選挙争いに関する訴訟の審理を拒否すると発表しました。バイデン氏が就任して 1ヶ月も経ちましたが、最高裁がこれらの訴訟を一斉に棄却しました。チンポンさんはどう思いますかこのような結果が発表された後、ネット上はむしろ騒然としました。多くの人々は、最高裁がこのような結果を出すとは思っていませんでした。しかし、以前の分析では、すでにこんな結果を予測していましたね。テキサスス州州州が違憲の理由でウィスコンシン州ミシガンシシミガ ペンシルベニア州、ジョージア州の4州を訴えたのは、最初、法律学者は非常に巧妙な手口だと考えていました。しかし、最高裁の対応はどうだったのでしょうか。当事者的確を欠いているという理由で受理しませんでした。その時点で、最高裁は公平に審理しないと予測できますよね。そして、1月6日、1月20日のような重要な日まで、この非常に緊急な事件について、最終的な決定をしなかったのではないでしょうか。 あの時最高裁は他に何もしていなかったでしょう。他のことに忙しく取り組んでいるからというわけではありません。以前に、これはある意味で、神が人間に与えた試験だと言いました。表向きは、トランプチームが裁判されています。しかし、有心論の観点から見ると、下級裁判所からさまざまな州議会、そして州政府に至るまで、すべての人々が、道徳、良心、憲法、社会主義、 中国共産党に対する態度を選択していることが分かりました。それは自分の良心と正義を問うようなものです。もちろん、神は一部の人々にセカンドチャンスを与えてくれます。今日のように、アリート判事、ゴー・サッチ判事とトーマス判事の3人の最高裁判事は正義を選びました。しかし、他の判事たちは結局、選択を変えませんでした。実はそれがいい結果になったのではないかと思います。もちろん、 今日のの判決には2つのポイントがあると思います最初の注目点はペンシルベニア州の意見訴訟です多くの人は選挙不正論争に関する事件が棄却されることを予想していたのではないでしょうか最高裁は介入したくないですねしかしペンシルベニア州の意見訴訟についてせめて最高裁は審理すべきでしょう驚いたことにそれも受理しませんでしたある意味で最高裁はもう対面を重んじていません 憲法第二条によれば選挙の実施方法は誰が決めるのでしょうか衆議会ペンシルベニア州立法府です州裁判所ではありません州裁判所が郵便投票の権限範囲を拡大する法律を可決しましたしかしテキサス州はこれを違憲だと主張しました第二のポイントは不受理の理由ですそれは何でしょうかムートつまり法律的には意味がないという意味です それは言い訳ののようなものですつまり最高裁は他の理由が思いつかず法律上で無意味と言っていたのですネットでは棄却の理由で炎上していますネットユーザーたちは以前は当事者的確を書いていると言っていた今は無意味と言っているじゃあいつ訴えるべきか教えてくれと皮肉を言いました人々はそれを馬鹿げていると思っています明確な理由はありません そそして、憲法上ではそれは正当では、ははれ正当ありません。なぜなら1月20日を過ぎた選挙に関する事件を審理期限が過ぎているという規定は憲法にはないのです。